回のタイトルは、ビップル訴訟の最新の判決を受けて価格が急騰です。ぜひ最後までお付き合いください。 XRP 保有者は今回の判決で最大の勝者とみなされています。 XRP は執筆時点で 0.3656 ドルの安値から過去24時間の最高値である 0.377 ドルで取引されています。その結果、期間内に 3.2% 上昇し、暗号市場全体の調整傾向に逆らいました。ちなみにビットコインは同期間に 0.57% 下落しています。今回の上昇はリップル社に対する米国証券取引委員会 SEC の訴訟におけるドーバーとの申し立てに関するアナリサ・トーレス裁判官の判決発表を受けて、 XRP コミュニティが興奮に包まれる中で起こりました。報道されているように連邦裁判官は専門家の証言を排除することを求める両当事者の申し立てを部分的に承認及び否認しました。しかしながらジョン・E・ディートン弁護士が説明するように、この判決は XRP 保有者にとって重要な勝利となります。この訴訟で数千人の XRP 保有者の代理人を務めるディートン氏は、リップル社の申し立てを部分的に認めたことで、裁判官は XRP 購入者の認識やリップル社が消滅した場合の XRP レッチャーのリスクに関する SEC 専門家の証言を打ち消したと指摘しています。これは全ての XRP 取引が未登録の証券販売にあたるという SEC の主張に対する潜在的な打撃となります。なぜなら SEC はこれらの証言が XRP がハウィーのテスト、特に他人の努力のみから利益を得ることを合理的に期待するという最後の2つの要素に合格したという主張を裏付けることを意図しているからです。この判決はコミュニティ内の議論を支配しており、トーレス判事はツイッターで3000件以上のツイートでトレンド入りしています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。